つもご視聴ありがとうございます。先日東京の友達が来まして、京都の四条河原町のホテルで一緒に泊まって、最初はねちょっと体調のこととかいろんなことが心配だったんですけど、本当にね久しぶりにホテル泊まりまして、とてもね充実した時間を過ごすことができました。美味しいものをたくさん食べて、まあ、ホテル界隈のお店で短時間ショッピングしたりとか、あとはホテルでお話ししたりとかしたんですが、河原町に行った時は私必ず寄るお店が3つありまして、1つは野村テイラーさん、2つ目がいつも動画でもおなじみのイノブンさん、うちの近所にもあるんですが、それとですね無目的というお店があるんですが、結構ナチュラル系の雑貨とかお洋服とか、2階にはカフェもあるようで、いつもはね見るだけで終わりなんですが、今回初めてね、そこで購入に至りました。実は最初こちらを買って、お会計をした後に、帰ろうと思って、別のものを見つけたのでこちらの方も買ったんですが、まずは、こちらの方からご紹介したいと思います。これねまたそれかって言われそうなんですけど、今回買ったのがですねピアス2つですね。こっちかな。はい、向かって左のものが 50% オフで右の方は 70% オフというですね、このお店にしてはねすごい値引き率なんですね。特に7割っていうのはね初めて見たような気がするんですけど、私やっぱりねこういうお花とかのデザインが好きなんですね。こちら揺れる感じの透明のお花が3つぶら下がったタイプなんですが、こちらはですねちょっとスモーキーなピンクの大きめのお花が2つぶら下がったタイプです。まあたまにはねちょっとクールな感じの買ってみたいなと思うんですけど、やっぱりねお店で見るとねこういう感じのが好きなんですね。まあ、こちらのピンクの方は着るものによってねちょっと合わせづらいかなとも思ったんですが、まあ、7割オフでね結構安かったので、もともと1980円なので、まあ、700円ぐらいだったので、まあ、こちら購入に至りました。まあ、こっちの方がね色的に合わせやすいかなとは思うんですけど、もともと1760円の 50% オフということで、まあ、900円ぐらいですね。まあ、こう夏っぽいね素材で、来年の夏にはねちょっと活躍してほしいなと期待してます。まあ、最初はこちらだけね、お会計を済ましたんですが、お店を出ようとした時にですね見つけたこちらですね、まあ、いきなりこんな大きいものなんですけど、これがですね何かと言いますとですね、私最近サンダルのメーカーを買いまして、まあ、ジョイウォーカーのサンダルを買いましたという動画を出したんですが、こちらそのジョイウォーカーさんのですねサンダルなんですね。足が小さいけれども幅が広くて合う靴がないという問題で、いつもそのことを動画でお話ししてるんですが、こちらなんとですね 30% オフになってまして、で友達もこういうタイプのサンダルを履いてるんですが、こういうのなかなかねネットでも安くならないですし、セールになるとねもう売り切れてなかったりとかすることが多いので、まあこれは買いじゃないかっていうふうに友達からも言われまして、こちらサイズがですね、35、22.5 なんですね。で 22.5 がねちょうどあるっていうので、もうちょっと大喜びで、私がいつも履くのが、まあ、できるだけ足に注目を集めたくないので、本当はヌーディーカラー、ベージュとか落ち着いたゴールド系ブロンズ系とかの肌色に近い感じの、できるだけ履いてないような足にこう同化したような色っていうのを心がけてるんですけれども、その次の第二希望が、まあ、ブラウン系っていうことで、ブラウン系も買うこと結構多いんですね。ここがですね、編んだような素材になってるものは、こうパラパラね、その素材が取れてくるので、今度は普通の革のこうシンプルなバッテンのやつを買いたいなというお話をちょうどしてたんですが、
ジョイ・ウォーカーさんのサンダルも、こう、ペタッとしたタイプもあるんですけど、こちらはですね、私の希望通り、ちょっとかかとがあるタイプで、まあ、これ私がまさに欲しい感じのサンダルなんですね。こちらはね、前のと同じで、マジックテープになってます。これちょっとね、即買おうと思ったんですけど、ちょっと黒も履いてみたいなっていうのは前から思っていて、私が持ってる服には、まあ、ブラウン系の方が合わせやすいと自分では思ってるんですけれども、まあ、お店の方が言うのには、黒の方が何にでも合わせやすいということで、で、黒もですね、この35があったんですね、サイズの。こちらですね。もうね、同じのばっかりでね、本当に動画もね、楽しくないかもしれないんですけど、全く同じものの黒です。はい。履いてみてね、どっちにしようかなっていうふうにね、ちょっと悩んだりもしたんですが、基本夏はですね、一足しか履いてるサンダルがないので、靴が突然ダメになった時に、すぐ買いに走れるような足ではないんですね。もう合うのが本当にない。で、あっても、急に買うとこう、高いのを買わないといけなかったりする可能性もあるので、もうこの際ですね、こう、ある時に買っとこうということで、こちら思い切ってブラウンとブラックと2足買ってきました。本当に動画的にはね、面白くないのかもしれないですが、もうこの年になるとですね、まあ例えばですね、上下セパレートの洋服とか、パンツとかですね、あとまあチュニックとか、素敵だなと思う服とかもいっぱいありますし、靴もね、あ、こんなの素敵だなって見た目に思ったりするのもあるんですけれども、54年間生きてきた経験の中で、見た目で飛びついて、普段と違うものを買ってみても、結局は着なかったりすることがね、本当に多くて、長い人生の中でそれを学びまして、まあ、今は洋服のデザインとか、こう、丈とかですね、もうかっちり結構決まってきて、靴に関してはもうメーカーもあらかた決まってきまして、洋服も靴もピアスももう同じようなものばっかりになってきました。まあ見た目のことももちろんありますが、自分が着て着やすくて快適っていうことで、もうあらかたね、決まってきたんですね。